方から吹く強い風の集結と圧縮によってできた十字棍棒は堅固で、いかなるものによっても壊すことができない。風の形状である。次に十字棍棒の上に黄金色の首輝の形状をした雲が立ち込む。大粒の雨は10トントラックのタイヤほど、小粒の雨は普通の雨粒ほどのものが十字棍棒に長い間降り注がれる。降り注がれた雨水は十字棍棒を形取っている。風の力の動員によって漏れなく蓄えられる。体感のようになる。そしてその中央に千の金の蓮華が現れた。これを見た浄土の神々たちは、これが千の覚者方が現れる印だということを知り、なんと素晴らしい優れた時代の到来だと歓喜し叫んだ。十字棍棒の中の大会は強烈な風によってかき混ぜられた結果、十字棍棒の上に打球が現れた。これは十字棍棒を打球が包み込んだような形状である。そして十字棍棒の位置は打球の上部に位置する。この打球の内側に引き続き雨が降り注ぐ。この時もうすでに十字棍棒内の水は飽和状態になっているので、この雨は打球と十字棍棒の間の隙間に降り注ぐ。この時首輝型の雲は白銀色に変わってしまっている。蜂蜜のような粘性の強い水元素なのである。この場合の雨とは、降り注いだ雨によって十字棍棒と打球との隙間が外側の海となる。この海は止むことのない風によって激しくかき混ぜられて、最高注意劣悪の三段階のエレメントを作り出す。この打球の海の底部に千個の
半月型をした大いなる力と呼ばれる黄金色の土台が現れる。線の黄金色の土台の上にそれぞれメール山、7つの金の山脈、4つの大陸、8つの隣接した島々、多くの他の島々、金の山々などが同時に現れる。最高のエレメントが中央の巨大なメール山となる。メール山は海面から8000ヨージャな上に伸びていて、4つの側面を持っている。東の面は水晶、南はアクアマリン、西はルビー、北は黄金。それぞれの側で空ははっきりとその面の色を反射している。メール山には海面から山半分の高さまでに4つの段がある。このメール山のふもとは大地展開を表し、ふもとから山頂にかけては第二展開を表している。メール山の形状は急な山ではなく長らかで、山頂が丸みを帯びている山である。周囲のエレメントはメール山の外側の7つの山脈を形成する。7つの山脈はメール山を取り囲む外輪山である。7つの山脈の名前は、内側から首輝きの形をした月の形をした赤シアの木の場所、見て美しい。馬の耳、完全に折り曲がった。外周を形成するそれぞれの山脈の間の空間は湖となっていて、それは次の8つの性質を持っている。冷たさ、美味しさ、軽さ、柔らかさ、透明さ、無臭性、飲んでも喉に害がないこと、飲んでも胃に害がないこと。そして俺らの湖は雲霧天を表している。劣悪なエレメントはメール山と7つの山脈の外側の4つの大陸、その隣接する島々、
多くの他の島々、金の山々からなる大陸を形成する。4つの大陸の名前と形状は、東の高貴な身体という半月型の大陸、南のバラリングの木という台形の大陸、西の豊富な大牛という円形の大陸、北の不快な音という四角形の大陸、八つの島々の名前と形状は、東の身体という半月型の島、東の高貴な身体という半月型の島、南の異常の扇という台形の島、南の異常の扇という台形の島、西の動きという円形の島、西の完全な道を踏むという円形の島、北の不快な音という四角形の島、北の不快な音の月という四角形の島、数えきれないと多くの名もない島々があり、これらの島の位置で分かっているのはバラリングの海域においても16の地域である。また線の付属的な地域である。4つの大陸それぞれに名もない、大きさ形も様々な数多くの島々がある。島の風を追いかける山脈、外側の境界、あるいは外縁を形成している。またこれらの外縁の山々は火山性の鉄でできている。大陸を除く黄金の山々の外側から外縁まで円錐で満たされている。円錐の海と呼ばれている。この海が外縁の馬の顔をした山脈と接触することによって、この山の火山の火が海を蒸発させ、海がその境を越えないようにしている。スメール山および下の世界が出来上がると、スメール山の情報に四つの雲状の空間が現れる。これは下から順に第三展開、第四展開、第五展開、第六展開となっている。そしてそれと同時に
黄金色に輝く緑色の十字コンボ十方から吹き込まれる風の働きがやに気体密度の差によって球状の光り輝く黄色い新星球となる。創世記の教えは真の仏教の教えから言うならばほんの一部である。そしてかくいう私もこの創造における高音点、神聖点、自業点、天狗点すべてを全章において経験し、それを思い出しているのである。あなたが真理の流れにお入りになり、この真実の世界を認識し、理解することをおできになるならば、この芝大神は、もろもろの各社からの祝福である創世記はその意義を果たしたことになるだろう。その主将たちには非常に粗雑なものが身において現れるだけでなく、養殖が色褪せていくのが認識し理解されたのである。そして女性には女性の性器が出現し、男性には男性の性器が出現した。そこで長い間女性は男性を絶望し、男性は女性を絶望した。長い間彼らはお互いに絶望し合ったので愛着が生じ、色情がその身に現れた。そして色情によって成功にふける市場が現れたのである。ある市場たちが成功にふけているのを見て、ある者は泥を投げ、ある者は灰を投げ、あるものは牛糞を投げつけて罵倒した。不浄なものよ滅びろ、不浄なものよ滅びろ、なんで市場は市場にこんなことをするんだ。現在でも人間たちはある地方で花嫁が連れ出されるとき、あるものは泥を投げ、あるものは灰を投げ、あるものは牛糞を投げる。それは昔最初に知られた言葉に従っているだけであって、その意義については認識し理解していないのである。その時非法則とみなされたものが現在では法則とみなされているのだ。そこで成功にふけた市場は一月もしくは二月の間村や町に入ることが許されなかった。その時その市場たちが邪悪な法則に対して長い間虐待を加えて以来、彼らは邪悪な法則を隠すために家に入って男女で生活するようになった。これが家の始まりである。成功にふけっていた市場を罵倒し続けた者は批判のカルマによって養殖が衰え、形状が変化して
憤怒天へと転生した。また第二展開第一展開の主情のうち、ある怠惰な性質の主情にこのような思いが生じた。ああ、どうして私は夜には夕食のために、早朝には朝食のために米を運ぶことで悩まされるのだろうか。夕食と朝食の米を一度に運んだらどうだろうか。そこでその主情たちは、夕食と朝食の米を一度に運んだのである。そしてある主情がその主情のところを訪れた。訪れるとその主情にこう言った。さあ友よ、米を食べに行こう。友よ、もういいんだ。僕は朝食と夕食の米を一度に運んだんだ。その主情の見解のとらわれに陥り、一度に二日分の米を運んだのである。友よ、実にこうするのも素晴らしいものだ。そしてある主情がその主情のところを訪れた。訪れるとその主情にこう言った。さあ友よ、米を食べに行こう。友よ、もういいんだ。僕は二日分の米を一度に運んだんだ。そこである主情はその主情の見解のとらわれに陥り、一度に四日分の米を運んだのである。友よ、実にこうするのも素晴らしいものだ。そしてある主情はその主情のところを訪れた。訪れるとその主情にこう言った。さあ友よ、米を食べに行こう。友よ、もういいんだ。僕は四日分の米を一度に運んだんだ。そこである主情はその主情の見解のとらわれに陥り、一度に八日分の米を運んだのである。友よ、実にこうするのも素晴らしいものだ。第二展開第一展開において成功にふける主情が現れ、なおかつ米を何日分も蓄えて生活するようになった段階で、むさぼりの心の強い主情は養殖もかなり衰え、身体の形状が変化して変界から落ちて人間界へと転生した。人間界へと転生した者たちは、第二展開と第一展開にあった米ぬかやもみ殻はなく、清潔で良い香りがする米を食べることができず、米ぬかやもみ殻があって刈り取られたら再び入ることのない米を栽培して食べなければならなかった。そこで人々は集まった。集まって泣き叫んだ。ああ友よ、邪悪な法則が主従の間に出現したものだ。我々は以前意識から成り立ち、喜びを食べ自ら光を放ち、空中を飛行し至福の状態で存在しながら、久しく大変長い間とどまったのである。
高級は高温天を表している。この世界には意識から成り立つ美しい透けるような身体をした神々が住んでおり、喜びを食べ光を放ちながら空中を飛行しているのである。ミカルパーマリの気の遠くなるような長い長い幸福な時が過ぎた後、とある神の光が弱くなり、この時より高温天から神聖天への魂の落下が始まるのである。この神聖天へと転生した最初の魂は、威厳はあるのだが、ついには長い間彼らが
お互いに絶望し合ったので愛着が生じ、色情がその身に現れた。そして色情によって成功にふける主情が現れたのである。かくいう私もこの創造における高音点、神聖点、自暴点、憤怒点、すべてを全章において経験し、それを思い出しているのである。あなたが真理の流れにお入りになり、この真実の世界を認識し、理解することをおできになるならば、この芝大神や諸々の各社からの祝福である創世記は、その意義を果たしたことになるだろう。超越同時点に存在していらっしゃる全ての真理勝者のグル、偉大なる芝大神に敬意して祀ります。そして全ての魂が完全煩悩を破壊し、マハーニルバーナに入るまで芝大神のしもべとして救済活動のお手伝いをすることをここに誓います。神の偉大なる慈悲、それは全ての衆生の宝です。